時刻は午後5時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。本日金曜日、サザンブリーズをお届けしております。私キャンが担当しております。ですね、なんかちょっとエコーかかってる？なんか響きがちょっといつもと違うなという感じなんですけど、あ、イコライザーですね。はい。本日ですね、急遽ちょっとナーリーがお休みということで、私の、こだわりのコーナー、こちらをですねちょっと拡張してお伝えしたいなと思ってますので、この後皆さんお楽しみいただければと思います。でメールメッセージの方もお待ちしておりますんでね、よろしくお願いいたします。この放送は、ツイキャスユーストリームでも配信しております。そしてメッセージの方は797@fmkinoan.com797@fmkinoan.com までお待ちしております。ということで早速ですね、ツイキャスの方でメッセージ来ておりますね。シュプリームさん、キャンカ廃祭、あれナーリーはお休みなのね、ということで、はい、本日実はちょっとお休みになってありますので、皆さん今日は私35位のおじさんがお届けしておりますが、ぜひ最後までお付き合いお願いいたします。あ、猿の生首がなくなっている。そうなんですよ、いつはねこの前のお時間でね、お猿さんがいますけども、今日は私、僕キャンだけでお届けしたいと思いますんでね、皆さんよろしくお願いいたします。はい、早速ですけど、まず1曲目お届けしてから、早速コーナーに移りたいと思いますね。これはヘッドホンのせいなのかな、なんかちょっといつもと聞こえ方が違う気がするんですけどね、まあ、とりあえず様子見たいと思います。なぜか急にボリュームが上がってくるという、はい、ちょっとあたふたしておりますが、じゃあ本日の、1曲目お届けしたいと思います。あ、こういう季節ですからね、この曲ぴったりなんじゃないかな。はい、ということで皆さん青春を思い出してください。福山雅治さんで虹。皆さんこんばんは、こんばんは、こんにちは。今からですね、今日はあのこだわりスペシャルをお届けしますんで、少々お待ちください。ちょっと今から準備します。ひふみさんいらっしゃい、ありがとうございます。初見なのに早速今日僕一人だけっていう、ちょっと、はい、
残念な感じですけど、頑張って盛り上げますんでね、最後までお付き合いください。人生のグリーンバンドさんもこんにちは、ありがとうございます。いえ、スマイルスマイルさんもありがとうございます。はじめましてですかね、よろしくお願いします。大塚さんもお一人様ということで困惑しておりますね。お、函館さんもいらっしゃい、ありがとうございます。あー、エミさん、改めましてですね、ありがとうございます。じゃあ間もなく曲が終了します。はい、ただいまお聴きいただいた曲は、福山雅治さんで虹でした。神々ですね。はい、早速このコーナーに行きたいと思います。皆さんお待ちかねですかね。だとしたら嬉しいんですけど、それでは皆さんこのコーナー行きましょう。キャンのこだわり。はい、このコーナーはですね、私こだわる男キャンがお届けするキャンのこだわりを、お伝えする、ワンコーナーとなっておりますが、今日はですね、まあ週末皆さん修道士の、テーマ、まあもう飽きてると思いますんでね、ちょっと先週に引き続きにはなるんですけど、僕のヘッドホンイヤホンのご紹介をしたいと思います。というのも先週ですね、まあ、ヘッドホンイヤホンご紹介すると何気にこう盛り上がりましてね、はい、熱く語ってしまいまして、ちょっと時間延長しちゃったんですけど、今日もですね、そんな僕の愛するヘッドホンとイヤホンを紹介しようと思って残りの半分持ってきたんですけど、半分と言いながらですね、なんと半分じゃなかった。これが結構先週より多い、7つぐらいあるので、まあちょっとね、今日はナリもお休みということで、じっくりお伝えしたいなと思っておりますんで、皆さんちょっとお付き合いいただきたいなと思っております。ラジオでお聞きの皆さんにもなるべく伝えきれるように、まあいろいろとですね、言葉で説明できればなと思っておりますが、なるべくツイキャス、ユーストリームの方で見れば僕の持ってきているヘッドホンも実際見れますので、ぜひね、放送で聞いている方、今からツイキャスとかユーストリームをダウンロードして、スマホの方でお聞きいただいても良いかと思います。では早速1個目紹介したいと思いますね。こちらまずヘッドホンタイプから紹介したいと思います。僕の今一番のお気に入り、オーディオテクニカさんのですね、これは MSR7 というタイプのヘッドホンです。 ATH-MSR7、 このヘッドホンですね、何がすごいかというと、ハイレゾ音源というものに対応してます。そのハイレゾ音源っていうのはですね、先週もちょっと言いましたけども、CD よりもデータ量の多いデータとしての
あの音楽音源のことを配列と言いますね。その音楽を再生した時にちゃんと高音、あの普段高音ってあのデータにする時に省かれてるんですけど、その高音の部分もきっちり鳴らしてくれるよっていうヘッドホンがこの配列を対応ヘッドホンになります。でその中でもオーディオテクニカさんが40周年記念モデルとして作った手の込んだヘッドホンがこの ATH-MSR7 ということで、このヘッドホンですね一番気に入ってて、なんといってもこう、まあ、側圧っていうんですけど、こうヘッドホンがね、あの横から締め付ける強さがですねちょっと強めではあります。なので人の好みに分かれるんですけど、僕としてはしっかりちゃんと固定してくれるこの強さが好きで、 なおかついろいろですね、この低音鳴らすためのダクト構造とかですね、空気が振動した時にちゃんと空気が逃げる穴が、あのメッシュがかかったところがあの2箇所ありまして、ちゃんと外とのこの空気の、あの交流もいいという、本当にバランスの取れたいいヘッドホンとなっております。ただし、高音に対応しているヘッドホンとはいえ、シャカシャカとした音がするかといったらそうではありません。シャカシャカとあのキーンとするような音がするんではなく、ちゃんとバランスの整ったボーカルもしっかり聞こえる、低音もずっしりくる、でもその上細かいシンバルとかそういった弦楽器の音がですねちゃんと拾えてるっていう、そういったヘッドホンになるので一番気に入ってますね。このヘッドホンなかなかいいので、皆さんぜひね、気になった方は検索してみてください。オーディオテクニカの ATH-MSR7 です。ここでですね、エミーさんから、お高いんでしょとありますけども、そうなんです、ちょっといい値段しちゃうんですよね。これ26,000円定価なんで結構いい値段するんですけど、なんと今なら、19,000円台ぐらいまで下がってますね。ちょっと古いモデルなので、後継モデルがいくつか出ておりまして、今値段が下がっております。買い頃かと思いますので、まあ狙っ、まあ、1万〜2万円ちょっとまで出していいよっていう方だったら狙ってみてもいいかなと思いますね。JBL のイヤホンもいい音するよと、まあ、JBL もそうですよね、いい音しますよね。ひふみさん、リスナーさんたちがいると、大塚健二さんが ありがとうございます、通販ではないですよ大塚健二さん、日本語なのにわからないと、ちょっと確かに難しい言葉がいろいろと入ってきますので、どうかまあこの後もついてきてください。そして次紹介するヘッドホンもオーディオテクニカさんです。ヘッドホンタイプからまず紹介したいと思います。はい、次紹介するヘッドホンがですね ATH Pro 500MK2 ということで、これはですね DJ 用ヘッドホンになります。そうですね、私週末 DJ をしておりますので、その DJ をするときに、使っているヘッドホンなんですけど、これ何がいいかというと、とても頑丈なんですよ。投げても壊れない。なぜかというと、ハウジングといって、このドライバー の外側に使われている素材がですね、ポリカーボネードという素材で、このポリカーボネードっていうのは、信号機の表面に使われてたり、あとはヨーヨーとかですね、皆さんヨーヨーで遊んだことはあるでしょうか。意外とですね、あれぶつけても割れないんですよ。なぜかというと、硬いんじゃなくて柔らかさで全部振動を吸収しちゃうプラスチック素材なので非常に硬い。そして、究極に言えば、よく機動隊の警察官の人たちが持っている透明な盾ですね、防弾になる盾とかもこのポリカーボネードを強化しているものでできております。そういったものでできているんで、まあ現場で荒く使ってもなかなか壊れない上に、なおかつ音の性能も非常にいいです。これハイレゾではないんですけど、ハイレゾという言葉が出る前の商品なんで、そういった今のトレンドには対応しておりませんが、低音寄りのヘッドホンでして、結構ですね、ダンスミュージックとかってずっしりしたこの低音が響くことによって、ダンスのこの、なんていうんですか、リズムを取れると、そういったものになっていると思うんですけど、この低音取りやすい構造になっているので、非常に、音聞きも気持ちいいですし、かといって楽器の音が聞こえないかというとそうでもない、バランスのいい、非常にいいヘッドホンとなっております。そして何よりですね、 DJ 用ということで、反転モニタリング
この耳に当てるドライバーという部分がですね、なんと180度回転して外側に向けられるようになっているので、片側にこうやってあの耳当てをしたりとかですね、あとはこの右耳の方なんですけど、横回転がですね、なんとこれ何度って言ってますか、180度まではいかないですけど160度ぐらいの回転するんですよ。なので肩掛けした時にちょうど真上に向けて自分の耳に当てて片耳モニタリングができる。よく DJ さんがこう肩に当ててこうやって聞いてる写真とか見たことあると思うんですけど、そういった使い方ができるので非常に取り回しの効く便利なヘッドホンとなっております。ツイキャスも拾っていきたいと思いますね。ひふみさん、テクニカいいよねということで、テクニカ本当にいいんですよ。シュプリームさんが豆腐、島豆腐より頑丈なのかなということで、まあ島豆腐よりは絶対頑丈ですよ。はい。エミさんも、釣り竿にも使われてるよねということ。そうなんです。ポリカーボネート、釣り竿にも使われてるんで非常にいい素材ですね。大塚健二さん、好きになる、こだわるってすごいな。ありがとうございます。まだまだちょっと紹介する数が残っておりますんで、ちょっと手っ取り早くいきましょうね。以上、今紹介した、DJ オヘッドホンは ATH、Pro 500 Mark II MK2 でした。はい、ということで次のヘッドホン参りたいと思いますと言いながら、ヘッドホンタイプこれでラストですね。はい、これヘッドホンと言いながら実はヘッドホンではありません。一応紹介します。これはですね、ソニーの、ウォークマンです。 NWWH303 という商品ですけど、これ、まあ、見た目完全にヘッドホンです。ですけどなんとこれヘッドホンに内蔵されているウォークマンということで、実はウォークマン商品です。これはですね、一応線をつなげてヘッドホンとしても使えるんですけど、中にメモリーがあって、そのメモリーに内蔵されている音源を再生できる商品になっています。ただヘッドホンとして使えるだけではないんです。実はこれ首にかけた時にちょうど耳の真下になるネックの部分にですね、スピーカーが内蔵されていて、今流行っている肩掛けスピーカー、ああいった使い方ができるんです。実はソニーさんがこういう商品作ったの一番最初で、なんと耳を塞がなくても音楽が聴ける、ながら聴きができるウォークマンとして発売された唯一の商品で、この後後継の商品も出てないので、これが一点物になってますね。僕としては本当に自転車とかにも乗るんで、自転車乗るときにヘッドホンイヤホンってダメじゃないですか。周りの音が聞こえない、危ないと。でもこれだと BGM 感覚で聞きながら自転車も乗れるし、かといって危険かっていうと周りの音全然聞こえるので危険性もないと、非常にすごいクールな商品となっております。ローラーブレードするときもですね、スピーカーで鳴らすことの方が多いんですけど、これがあれば、まあ、首からかけたまんまローラーブレードしながら歩いたりとか走ったりとかですね、まあ、飛んだりとかもできるんで非常にいい商品となっておりますが、これはですね NWWH303 ということで、まあ、ウォークマン、まあ、ヘッドホンとして紹介するには異例ですけどね、まあ、これもちょっと僕のこだわってる一品ですので紹介させていただきました。はい、ということで、あとですね 1,2,3,4,5 個残っているんですが、これは一旦 CM 行ってから紹介したいと思います。ということで今日はなかなか長くなりますんで、皆さんこの後もお付き合いください。では失礼します。一旦 CM です。すいませんね、今日は完全に自己満の放送回となると思いますので、皆さんどうか最後までお付き合いいただければと思います。ありがとうございます。ちょっとどうしてもね、これまではこれがね、一番好きなんですよ。
ツイキャスも拾っていきましょうね。エミさん、ソニーさんやるなということで、函館さんも、キャン君通販番組やるべと、ありがとうございます。エミさん、今日は旦那が、会社のお祭りで帰りが遅いからゆっくり見るのだということで、ありがとうございます。じゃあ CM が間もなく開けますね。CM が開けます。まずメールか。時刻は午後5時21分を回りました。ということで、また引き続きこのコーナー行きたいと思います。キャンのこだわりパート2。引き続きですね、残りのイヤホン、ヘッドホンを紹介していきたいと思うんですが、ここでメールが来ているので、まず先にメールを紹介させていただきたいと思います。サザンブリーズ、花の金曜日に当てにということで、ありがとうございます。進撃のめいちゃんさんから、今日はナーリさんがお休みなんですね。キャンさん、お疲れ様です。キャンさん、今思ったけど笑。2週間ぶりのサザンブリーズの担当じゃないですかね。そうなんで、あ、いや、先週も確か僕だったと思いますが、はい。そして今週のメッセージテーマ、この夏やり残したこと、海や朝まで飲んだり騒いだりしてほしいな、あ、騒いだりしてないなと。去年は朝まで騒いだり、いや、海でビーパーをやったんだけど、しかし今年は9月に入ってからビーパーに誘われないので参加する予定です。そういえば MM ギノワン主催のビーパーはいつ開催ですか、わら。では楽しく聞かせていただきますということで、ありがとうございます。そして続報が来ておりますね。イヤホンやヘッドホンで素敵なのばかりですよね。僕はオーディオテクニカの、ヘッドホンを使ってますよということで、僕と気が合いますね。オーディオテクニカさんはですね、基本的にちょっと高音寄りなイメージだったんですけど、あの実は、低音寄りの商品も扱いが多くなりましたということで、ここでまずオーディオテクニカさんの低音商品を紹介したいと思いますね。これがですね、懐かしいな、僕が大学生の頃に買った、イヤホン、CKS90LTD というあの限定モデルになっています。これイヤホンなんですけど、あの赤い見た目で耳に入れると、あのイヤリングの、なんか装飾のように丸い出っ張りがですね、赤いロゴの入った出っ張りが耳からちょこんと出てくる。人によってはなんか耳に何か入れてるみたいだから嫌だっていう人も多いんですけど、僕はこのデザインが衝撃的だったのと、あと聞いた音がですね、当時にはなかった、本当にスピーカーで鳴ってるんじゃないかなっていうぐらい深い低音がですね響く、この構造がすごい好きでした。そしてあのこの LTD っていうのはですね、要はあのレッドモデル、あの初回限定版でして、実はあのこの初回限定版はあの赤いコードだったんですけど、まあちょっとですね初回不良があったということで、あの途中からこうゴムの部分が剥がれちゃいまして、今はもうテープを巻いて使っています。でもオーディオテクニカさん、何がすごいって、このコードの性能がいいので、周りの塗装が剥がれても、あの、断線しないんですよ。なので、10年経ってはいますけど、未だに現役でイヤホンが使えるという、この衝撃がですね、本当にいいな。当時1万円近くしたこのヘッドホンなんですけど、まあ、長く使えてますしね、コストパフォーマンス非常にいいので、また、あの、ダンスミュージック聴くときにはね、やはり低音が重要ですので、本当に重宝してるいい
イヤホンになっております。はい、ここでですね、エミさん、ひふみさんがですね、自分が、気になるのは音はもちろん、耳が痛くならないから、それが回避できる機材もしくは裏技なんかあったりするということで、ですね、耳が痛くならないようにっていうのは、基本的に耳に入れるものってどうしてもやはり相性があるので痛くなっちゃったりする可能性が高いんですよ。なのでそういうひふみさんには、ちょっとおすすめしたいのが次の、紹介する機材ですね。はい、僕の一番のお気に入りといっても過言ではない、昔から使っている高級イヤホン、ヘッドホンにハマったのは実はこれがきっかけでした。当時1万5000円という値段で非常に高かったんですけど、これはオーディオテクニカさんの EM9D っていう耳掛け式ヘッドホンです。僕の、耳にかけてちょうど耳の上に乗るぐらいのサイズのヘッドホンなんですけど、これはですね、今となっては廃れてしまった耳掛け式、耳に引っ掛けて使うタイプ、イヤホンよりは大きいタイプの、ヘッドホンですね。でこれはデザイン上がですね、バイクや車のディスクブレーキのようなデザインになっていて、非常にかっこいいアルミの削り出しのハウジングになっているんですけど、これがですね一目惚れしちゃいまして、1万5000円するヘッドホンってどんな音がするんだろうと、高校生だった僕はですね非常に興味が湧きまして、で親におこがれながらだったんですけど、とはいえ自分のお小遣いからですよ、ちゃんと借金をして、一度購入してしまうと、なんと世界が広がり、このヘッドホンはですね耳掛け式にしては珍しいオープンエアというタイプで、穴がいっぱい開いて外の空気とつながってるタイプです。なので非常に広がりのある音が聞こえます。イヤホンやヘッドホンをするとこもったレンジっていうんですけど、例えば楽器の音が右左右とか目の前とかから聞こえるときに違いが出てきますね。その違いの広さをレンジと言います。このレンジがスピーカーで聞いている波に非常に広く聞こえるのが、こういう耳掛け式、しかもオープンエアタイプのヘッドホンの特徴になります。なのでこのヘッドホンはですね、当時本当に使い込みましたね。今もエイジングって言いまして時が経ってるんで、もう15年ぐらい使ってるんで、すごい味のあるいい音を鳴らしてくれる、そういうヘッドホンになっています。なのでひふみさんにはですね、ぜひこういったものをおすすめしたいなと思います。あと1分でツイキャスが切れそうですね。はい、コインありがとうございます。もしよければあと3ついただければと思うんですが、はい、皆さんが通販番組みたい、そうですね、ちょっと僕話口調がですねいつも通販番組と言われるので、こういうこだわりをやるときにはすごいドキドキするんですが、ひふみさんありがとうございます。延長まだあと1個、大塚健さんありがとうございます。5つ溜まりました、ありがとうございます。これでこの席を離れなく済みます、ありがとうございます。皆さん、そしてひふみさん、もう一個ひふみさんにお似合いの耳が痛くならないイヤホンがあります。それもオーディオテクニカさんではあるんですけど、ちょっとこれ画面からは見えづらいかと思うんですが、ですねこれは名前どこに書いてあるかな、オーディオテクニカの、これも耳掛け式ヘッドホンではあるんですけど、ちょっと名前が書かれてるはずなんですが、あれ珍しい、名前が彫られてない。一応ですねこの耳掛け式ヘッドホン、さっきのヘッドホンと違いますね。なんとドライバーという音を鳴らすスピーカーの部分がちょっとちっちゃい、よく昔あった耳に入れるイヤホン、イヤホンっていったらこのイメージだったと思いますけど、耳に引っ掛けるタイプのイヤホンですね、インイヤーというタイプのイヤホンになりますけど、それに、ちゃんと安定するように耳掛けフックがついている、ヘッドホンになります。これはですね、耳の中まで入れないので、ひふみさん本当に、耳が痛くなることはないです。
ただあの音量注意ですからね、ちょっと気をつけていただきたいんですけど、こういうイヤホンを使って何がメリットあるかっていうと、耳の中に入れてるようにダイレクトに音は聞こえるのに、広がりのある音が聞こえるという。それでダクトもついているので、低音もまあある程度しっかり出てくれる。でなおかつ耳掛けフックがあるので、まあ、しっかり固定をして、まあ、動いても外れないという、いいイヤホンですね。そしてアルミで作られているので、非常に見た目もスマート、スーツとかジャケットとかにも合う、そういったイヤホンになっています。シュプリームさんがそれは鼓膜がということで、まあ、鼓膜までは大丈夫ですよ。音量は確かに注意ですけど、アンプとか使うと大きい音になりますけどね。まあこういった商品ちゃんと音量のバランスも、オーディオテクニカーさん特に音量バランスがいいので、足りないということもないですし、大きすぎるということもないと思います。ひふみさん、だーだーだーもらおう。大塚さん、もらおう。そしてエミさん、ラオウ。遊びが始まりましたね。ということで、ちょっと駆け足であと2つ紹介して終わらしたいと思います。やっとですよ、あと2つですよ。はい、ということで、もう1つ、これもオーディオテクニカさんのイヤホンですね。これはですね、 Bluetooth 式のイヤホン ATH-BT07 というヘッドホンです。これは何がいいかというと、Bluetooth でしか使えないヘッドホンにはなりますが、無線通信で聞く Bluetooth、 そのイヤホンなのに、なんと防水式で手洗いができる。でなおかつスポーツ用に使うための構造になっているので、だから汗かいても大丈夫だし、汚れたら水洗いができるっていう非常に優れた、イヤホンになっています。これも耳掛け式タイプになってますけど、これもですね、あんまりこう耳が痛くなることのないインイヤーというタイプ、耳の外に引っ掛けるタイプになりますね。はい、ラスト1個になりました。やっとですよ。あれ、ラスト1個どこに行った。あれ、ラスト1個、あったあったあった、ラスト1個がやっと後ろにありました。ということで紹介させていただきます。これラスト1個は、ずいぶんオーディオテクニカさんを紹介しましたが、久々の登場、ソニーさんのイヤホンです。これはですね、知ってる人は分かると思いますけど、ソニーさんの、ウォークマン、今あるウォークマンに内蔵されている、まあ、一緒についてくるイヤホンです。これはノイズキャンセリングイヤホンなんですけど、なんとこれイヤホンなのにハイレゾ再生にも対応していて、でなおかつマイクが内蔵されてて、ウォークマンやエクスペリアを使っている皆さんはこれを挿すだけでノイズキャンセリング機能を使えます。そう、私スマホがですね、 iPhone ではなくノイズキャンセリングイヤホンなので、あ、iPhone ではなくエクスペリアなので、このノイズキャンセリングイヤホンを使うと、まあ、飛行機の中とかそういったところでも、まあ、周りのエンジン音とかがなくなる、消せるぐらいの非常に優れたイヤホンになっているので、まあ、ウォークマンに内蔵されているこのイヤホン、ずっと欲しかったんですよね。でなおかつその音を消しながらハイレゾ音源にも対応しているというこのイヤホン、非常にリーズナブルで1万円しないぐらいで売ってるんですけど、こんなに多機能な、まあ、1万円もしないイヤホンってなかなかないので、これはですね、エクスペリアを使っている皆さんにはぜひおすすめしたいと思います。なおかつ飛行機、本当に飛行機の時すごい便利なんですよ。スマホに挿すだけで周りの音気にしないでノイズキャンセリングができる上に、まあ、眠れるぐらい本当にエンジン音が気にならなくなりますので、ぜひ試したい方は僕に聞いていただければお試しあれということで。はい、お、エミさんが Xperia XZ2 だから使えるなということで、ありがとうございます。これはですね、本当におすすめです。これを使うとですね、まあ街中歩くときにはちょっと注意なんですけど、本当に音が消えちゃうんで、車の接近とか気づかないんで、まあ、歩きながらの使用はね、いろいろ大変だとは思いますが、家の中で静かにしたいとき、あとは車、飛行機の中、車って言っても運転じゃないですよ、まあ、騒がしいところでの、
まあ、しよくちょっと静かにしたい時とかですね、そういうところには本当に便利に使えますんでね。あの本土の方だと電車通勤とかでこれは非常にいいと思います。音漏れもしないんですからね、そこまでね、耳に入れるタイプなんで。はい、ということでこれで全部一通り紹介できました。30分かかりましたね、やはり。いやざーっと話していったんですけど、皆さんどうでしょう、僕のあのこだわり伝わりましたでしょうか。実はこれ全部あの音色もですね、また一味変わってくるので、この音楽にはこれが合うとかですね、そういったものも語るとちょっと1時間では収まりが効かないので、ちょっとこのあたりでキャンのこだわりのコーナー、まあ終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ということでちょっとね、シュプリーム、あ、ここは進撃のめいちゃさんからリクエスト来ているので、これをですねおかけしたいと思います。ちょっと準備しましょうね。はい、今日はだいぶ熱く語りましたけど、まあちょっと早めにねさーって語ったんで、皆さんいろいろ質問等もあるかと思います。もしですね、なんか聞きたいことがありましたら、ツイキャスの方で、僕が今曲をおかけしている間に、まあ、聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ今曲をダウンロードできましたね。はい、じゃあ以上私キャンのこだわりのコーナーでした。ということで進撃のめいちゃんさんからのリクエスト、こちらを聞きいただきたいと思います。I want you know that。 はあ、いやー結構大変でしたね今日は。ありがとうございます、皆さんこんな僕のマニアックなお話にお付き合いいただき、コインもいただき本当にありがとうございます。あ、皆さんもパチパチパチとありがとうございます。このねちょっと道路交通情報とあとあのお知らせもお伝えしますんで、皆さん最後までどうかお付き合いください。あ、シュプリームさんいい曲選曲しますね。僕大好きなんですよ。ではあのリストに加えておきますので後ほど書きたいと思います。エミさんも勉強になるわということで、いやもうおこがましいです。シュプリームさんが iPhone 付属のイヤホンであんなに最悪、あ、ちょっとこれ切れてるんで一回あれですね、シュプリームさん、iPhone 付属のイヤホンであんなに最悪なんやろ、開封してないイヤホン山盛りあるよということで、あ、iPhone のイヤホンそうなんですね。ソニーさんはだからこの付属イヤホンにすごく力入れてるので、昔からノイズキャンセリングとかの機能を結構ウォークマンに入れてるので非常にですねあのしっかりできてますよ。ミミさんもパチパチパチとありがとうございます。ミヤさんもわかるということで、シブリミさん金返せって感じだから、エアポッツは絶対買わない。エアポッツはでもなんかいろいろ機能がありますからね、まあどうなんでしょう。
はい、じゃあ間もなく始まります。道路交通情報、お天気情報からお伝えしたいと思いますので、皆さんお付き合いください。はい、ではこのお時間はですね、道路交通情報とお天気情報をお伝えしたいと思います。はい、まずお天気の方から参りましょうか。今夜31日晴れですね。あ、降水確率も低いですね。18時から24時は 30%、南東の風、晴れ、ところにより雨、波の高さ1メートルとなっております。そして、今週末ですね、明日から月が変わりますが、いろんなイベント催し物あるかと思いますので、土曜日曜のお天気もお伝えしたいと思います。まずは明日1日土曜のお天気です。南東の風のち東の風、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨と。波の高さ1メートルから 1.5メートル、うねりを伴うということで、まあだんだんうねるということは台風が近づいてくるということですね。今台風も発生しておりますので、皆さん動向注意してください。これがですね、明日の日中の最高気温、予想気温が32度、朝の最低気温26度と、夜は涼しくなっております。はい、で明後日2日、こちらですね、北東の風、晴れ時々曇り、波の高さ 1.5 メートルから後に3メートルのうねりを伴うということで、さらにですね、台風が近づいてきて、非常に天気が荒れる模様となっておりますので、皆さんご注意ください。じゃあついでにですね、台風情報もお伝えしたいと思います。今現在台風がですね、沖縄の南の海上の方にあります、マリアナ諸島の方にありますが、なんと中心気圧915ヘクトパスカルまで発達しております。大きさ自体はそこまで大きくはないですけど、猛烈な、勢力になっておりますのでご注意ください。そして、この今予想進路なんですけど、暴風域に入る可能性があるところに大東島まで含まれておりますので、皆さんですね、このあと奄美の方まで暴風域、注意の方が伸びるかと思います。今ですね、3日の15時で、大東島付近まで、暴風域の注意の赤いラインが出ておりますのでね、今後も動向を注意してください。で本島の方には今のところ向かわない予報になっておりますが、だんだん南寄りにな、南ではないですね、だんだん西寄りに予報が変化しておりますので、皆さんですね、今後のこの台風21号、チェービーの、動向注意しながら土日は過ごされていただけたらと思います。はい、以上お天気情報ですね。では道路交通情報の方に参りたいと思います。道路交通情報、今ですね、まず沖縄自動車道の方からお伝えしたいと思います。こちらですね、今のところ特にありません。工事等は行われているようですので、制限区画の方はゆっくり走行されてください。はい、では一般道の方の、お伝えをしたいと思います。はい、一般道ですね、まあ多少混み合ってますね。まず58号線、グスクマから、牧港からグスクマに向けての、下り車線ですね。こちらですね、まあ多少渋滞しておりますので皆さん気をつけてください。グスクマ交差点付近、渋滞しております。はい、大蛇名、から前原向け、王者の交差点から前原交差点向け、こちらもですね、だいぶ渋滞しております。皆さんご注意ください。であとは、宜野湾市内、これぐらいですかね。まあ、これからの時間ですね、今皆さん帰宅ラッシュで、あと今日は花の金曜日、プレミアムフライデーということで、遊ぶ皆さんもいっぱいいらっしゃると思いますから、車でね移動される皆さん、どうぞ気をつけてくださいね。はい、では以上道路交通情報でした。この後は CM を挟んで、FM 宜野湾からお知らせのコーナーに参りたいと思います。
い、皆さんどうも。今日は、早口で喋りましたんでね、何か僕のイヤホン、ヘッドホンに対する質問等あればお受けしますので、よろしくお願いします。はい、ここからは FM ギノワンお知らせのコーナーとなっております。はい、まず一つ目ですね。カリスマ講師陣が、南城市に集結、我が社の最強生き残り戦略ということで、なんと無料の、講演がですね、南城市で行われます。こちらですね、金曜日、ビジネス天国のパーソナリティ新雑さんも出演されております。日時の方が9月6日木曜日13時から17時、9月7日金曜日13時から17時の、2日間にかけての公演となっております。南城市研修施設、会場がですね、南城市内、研修施設ということで、はい、よろしくお願いいたします。講演会の後には、懇親会もあり、講師の皆様と、この交流を持てる機会もありますので、ぜひビジネスに興味のある方、皆さん行かれてみてはどうでしょうか。講師陣も紹介したいと思います。こちらですね、まず6日の方は元セブンイレブンジャパンの、敏腕バイヤー T ポイントカード、仕掛け人ということで、高橋秀樹さん、そして木曜日、同じく木曜日ですね、こちらはですね、ほんまでっかテレビにも出演している飯田陽子さんでした、飯田さんと、高橋さんが、6日の出演、そして、7日ですね、動画のビジネス有効活用ということで、木村、ひろしさんですね、はい、Amazon の総合上位、YouTube 成功の実践法則53という著書を出されている、講師が来ていただきます。そして9月7日こちらがですね、新里さんですね、はい、地域活性化ブランディングプロデューサーということで、名刺マーケティングコンサルタントもされております新里さんが、7日にも、講演されるということで、皆さん無料の講演になっておりますので、ぜひご参加いただきたいと思います。そして、こちらもお知らせしておきます。西日本豪雨災害の、義援金のお知らせ。FM ギノワンでは2018年、7月の西日本を中心とした大規模豪雨の災害に、義援金を募集しております。こちらですね、沖縄銀行、
の口座番号1855259、株式会社 FM ギノワンの口座名義で現金を募集しております。この現金はですね、ギノワン市社会福祉協議会を投じて被災地の復興に活用していただく予定となっておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。あとですね、チャリティーボーリングのお知らせです。チャリティーボーリングイベントを9月15日に開催いたします。こちらですね、ギノワンボール、レントゥーセントラルマルチボール、マルチマチナットボール、参加費が1500円、2ゲーム代、込みで靴代は別となっております。こちらはですね、また開催されますので、皆さん参加お待ちしております。FM ギノワンの方ではチケットの募集もしておりますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。はい、このチャリティーボーリング、日時がですね9月15日土曜日18時30分から、先ほど言った内容でお伝えしておりますね。定員は40名となっております。申し込みは797@fmギノワン.com まで、電話098-9343-0094、FM ギノワンの方で受付しておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで以上お知らせのコーナーでした。はい、ということで今夜も、もうエンディングのお時間になってしまいました。いやー、今このサンセットを眺めながらですね、シュプリームさんから、リクエストいただきましたチェインスモーカーズの、クローサーを流してお別れしたいと思います。いやー、このですね、夕日の見える時間帯には一番ぴったりな曲ではないですかね。シュプリームさん、いいリクエストありがとうございます。今日は駆け足でちょっと僕のね、こだわり、イヤホンヘッドホンに対するこだわりをちょっとお伝えしましたが、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。そうですね、イヤホンヘッドホンってね、割とこのたくさん持ってる人意外といると思うんですけど、持ってる人は分かっている、でも持たない人からしたら一つでいいじゃんっていうのも、まあそれも分からないではないです。非常に高価なお買い物でもありますし、なかなか人に勧めるわけにはいかないですけど、ただ人が選ぶときに絶対ね、音楽ってこだわりがあるはずなので、そこに合ったイヤホンヘッドホンをマッチングできるっていうのは、まあ僕たちイヤホンヘッドホン好きなオーディオマニアのこだわっている部分でもありますし、また自信のあるところでもありますね。はい、コメントが止まっているんですかね、ちょっと、あ、来てますね。はい、シュプリームさん、だからエアーポッツは絶対買わない。そしてエミさんも、キャンさんが今使っているヘッドホンはどこのということで、あ、僕が今ですね、モニターに使っているヘッドホンは、先週紹介したんですけど、ソニーのヒアーオンというヘッドホンで、これもハイレゾ対応のヘッドホンとなっております。非常に軽くて取り回しが聞きやすい、で色が鮮やかなシリーズで、今だとこのダイキの製品はですね、定価2万3000円ぐらいだったのが、まあ、1万以下ぐらいで販売されてたりと、まあ処分価格になっておりますんでね、見つけたらラッキーな商品です。ということで、まあ、この前見つけてラッキーだなと思ったんで購入したんですけど、非常に細かい音まで聞かせてくれるいいヘッドホンなので、皆さんにもぜひおすすめしたいヘッドホンですね。ということで本日の、サザンブリーズ、お相手は私キャンがお届けしてまいりました。ナーリーがお休みで寂しいんですけどね、来週は来てくれるかな。はい、ということで皆さん来週もお楽しみに。この後はですね、6時から、ムービングウェーブ始まりますので、皆さんぜひね、お聞きいただきたいと思います。今日はムービングウェーブちゃんと生放送でこちらスタジオの方からお届けしますので、ね、お楽しみにされている皆様、ぜひ1時間お楽しみいただきたいと思います。エミさんが、ちょっと小島行ってくれるということで、ぜひぜひ。シュプリームさんもお疲れ様でしたということで、ありがとうございました。では皆さん、また来週、さようなら。ありがとうございました。じゃあこの後ありますんで。
一旦終了したいと思います。ありがとうございます。